連帯責任ってことがもう隅々まで国民の意識の中に入って、無意識に洗脳されていくから、ありえないから。私からしたら自分のやったことしか責任取りたくないもん。なんで親がやったつかさ、あとあれもある、旦那さんが不倫したのに奥さんが謝ってるの、泣きながらすいませんでした。それもだから刷り込みだよね、もうね、連帯責任っていう、連帯責任刷り込み大作戦がたくさん行われてるんで、この国では。でなんか、いやこの人がやったからこの人も責任取んなきゃだ、みんなの責任でしょうみたいな感覚がもう根付いちゃってる、根付いちゃってる。